多分夜できないかなと思ったので、ちょっと今から30分後にお家出て新選組のやつがあるので夜できないなと思ったので、ちょっと今やりました。この時間やから見てくれる人少なそう。ちょっと待って、アバター持ってる。え、ミエも欲しいな。 すごい、久々にギフト見た。虹ありがとうございます。トマト大好きユーザーさん。あ、新選組当たったって、やった。え、ほんまにマジで来てほしい。夜の方本当に来てほしいです。マジで来ないと損すると思います。損？来ない間違えた。来ないと後悔すると思う。ほんまに見に来てほしい、マジで。ミユのバター手に入れた。あ、そうやね、今お仕事中の人多そう。確かに、なんか星が欲しいから投票やめてって言われたんでやめました。 星じゃない、間違えた。アバター欲しいから、星投げたいから投票やめてって言われました。 お昼しか行かへんのよ。え、ほんまに後悔するで。 いやいや嘘です。みゆ推しの人は本当に夜来ないと多分後悔するね。後悔してからも遅い。 まあでも落ちちゃったら何も言えへんけど。夏のライブ一日も行けない、悲しい。えー、それは悲しい。 星投げたらもらえるみたいです。知らへんけど。 あ、スペシャルギフト投げたらもらえる。久しぶりに見た気がする。そう、久しぶり。もう最近本当に死んでた。最近というかここ2日ぐらい。やばい、もうどうしよう。ご飯たん出ますよ。今日ね 今日ね、これのイベントの中間結果が今日出るんですよ。で、夜ね配信したかったけどね、多分できひんから今してる。どういうこと？羽。パタパタ。そっか、今週からお話し会か。わあ、緊張するな。中間結果何時なんやろ。ちょっとわからない。なんか今回時間わからないらしいですよね。リコちゃん、くもありがとうございます。かわいい、やった。モチーフはみゆなん。副社長お疲れ様です。え、あのさ、みゆさ、NMB48 のさ公式プロフィールにね、なんか夢司会者って書いてるんですけど、本当はあれね、副社長って出してたんですよ、将来の夢。 実は。じゃあなんか副社長はちょっとってマネージャーさんに言われて、あ、じゃあ司会者でって変えたんですけど。 本当は副社長 って書いてたんだよ。中間よかったらお話し会でお会いする。やった。なんで社長じゃないの？ちょっとそれは なんか社長タイプじゃないくないですか私。なんか服の方が なんかね、中学生の時のね、なんか組軍の応援団みたいなあったんですよ。1組2組3組4組5組6組7組みたいなあったんですけど、なんかそれで中3になったらなんか団長副団長みたいな決めるんですけど、なんか結構私たちの代女の子がだなんかいつもはなんか男の子が団長とかするんですけど、私たちの代なんか女の子が結構積極的で、なんか私の友達とかも結構団長みたいな感じやったんですけど、私は副団長になりました、そこで。 団長やだと思って。 アバター今日までの、え、今日までなんですか？鏡割れたの、なんで？え、なんかさ、鏡さ移動させたらさ、なんか鏡ってこうなってるじゃないですか。
こうなってるのがね、移動させたらバーってなったの。この支えてるのが開いてこうなってバーって割れちゃってさ。でこの間さ、ちゃんとさ掃除機でさ吸ったと思ったらさ全然吸えてなくてさ、お風呂入る時にさ鏡足に刺さった。いったと思って。でもね、鏡ないとさその練習もあんまできひんからさ、あのアマゾンで昨日夜中おっきい鏡買った。ほんまに無駄な出費すぎて泣きそう。そうなんや、今日までなんですね。じゃあ投票機能やめときますね。30分しかしないけど。あ、待って、テロップにさ30分までって書いたつもりが書けてなかった。鏡そこまで高くない？うせやん、ミエが買ったやつ2万5000ぐらいしたで。新しい鏡。30分、待ってね、30分だけってさっき書いたのに。私はメンヘラじゃないから大丈夫です。もう30分、あ、違う違う、30分間するってこと。みんな鏡プレゼントして。すぐ割るから。ミーのグラビア気になってます。あ、ありがとうございます。来月かな、もう今月か、7月また撮影あるんで楽しみにしててください。姿見でそれって高くない？え、なんでやろう、なんか可愛い鏡が欲しいから高くなるんかな。でも今回のはダンス用のね、大きいの買った。もう本当に大きいの買った。始まりの時間わからん、え、何分から始めたっけ。とりあえず5時前に終わって出たらいい。5時ぐらいにお家出たいんです。お仕事中のミュウツーの友達に一言、友達に一言ください。お仕事今日も頑張って偉いですね。頑張る。引き続き頑張ってください。あ、一輝くん、クマありがとう。あ、待ってゴミついてる。久しぶり。開始時間4時23分らしい。私はね、あ、ファンの人に甘えているので開始時間を覚えていません。今日のお洋服暑そう。え、確かに、これちゃんと脱ぐよ。あのね、今な、部屋クーラーかかってちょっと寒いんです。アバター出た、おめでとう。6月最後のプー。なんか今日寝すぎて目腫れてる。お、顔が。ありがとうクマさん、甘えんなよって。ごめんなさい。ミユのアバター出なかった。えー、そんなにミユのこと好きやのにアバター出えへんの。毎日洋服着てます。あ、待って、さっき誰かさ投票したよって言ってくれてる人いた。そういえばどこや、待ってもう一回コメントして。投票したよってさっき書いてくれてた。スタバ飲んだ？え、まだ飲んでないけどね、今からねスタバ行こうと思ってます。多分スタバ行ってから、うん、久しぶり。そう、私は甘えてます本当に。みんな優しいから。投与したの俺、それは知ってる。今日中間発表あるから。なんかね、今日の中間発表はね、評
票数とか出ないらしい。怖い。下がってたらどうしよう。7月になったら月会員になろうと思ってて、あ、全然嬉しいです。ありがとうございます。イングリッシュマーズ、あ、まやちゃんツイート見たよ。後でねコメントするから。出ない、そう、なんか投票数出ないってなんか書いてた気がする。いや、分からへん、嘘ついたかもしれへん。嘘ついてたらごめん。え、票数出るん、なんか、なんかさ、出えへんって書いてなませんでした？分からんけど、こんにちは。ちょっとね、私夕方テンション低いからごめんなさい。あ、集計の時刻について公表しひんだけ。あ、そういうこと、なるほど。あ、おいくつでしたっけ、秘密。投票したくれたピオラちゃんとスタバ行って、お、ありがとうございます。諸事情によりポイント投げるのが最終日になりそう。待ってるよ。今日なんか緊張してる。緊張じゃないね、あの、なんか夕方まずテンション高くならないんですよ。なんかテンション低い。何票数出せへん、なんか見間違えてました。みゆちゃんのことを7期生一番好きになりかけてる僕は変わり者でしょうか。え、変わってない。普通じゃない、変わってない、当然のことです。やばい、テンション上げな、いつものみゆじゃない。魂のメール。ちょっといつもさ、魂のメール送ってるからさ、どれや、昨日の夜中にラーメン食べたいってずっと言ったやつ、もう場面届いてるかな。ちょさ、もうさ、最近ラーメン食べたすぎて死にそう。やばい、今もラーメン食べたい。みゆのこと好きになるのは当然です。ラーメン届いた、お、届いた、塩ラーメン、もうさ、ラーメン何でも好き、混ぜそば、いいな。でもな、あの、つけ麺も好き。みゆは何味、なんか私魚嫌いやけどさ、ラーメンのさ、なんか魚介系好きかもしれへん。なんて言うんやろ、何？煮干し？煮干しじゃないな。何や。なんか高校生の時はさ、豚骨とか好きやったけど、今は別に豚骨はそんなにかな。何ラーメンかな。サイン書いて、ほんまにサイン書いて、書いてた書いてた、もうさ、マニアワンレベルでめっちゃ頑張って書いてたよ。ほんまに書いてた、あれ。魚介系のスープ、なんやろ、なんて言ったらいいの、なんか、なんか茶色いやつ、スープのやつ。あ、誕生日おめでとう。なんて、何ラーメンなあれって、なんて言うんやろ。とどろきくん、もうとどろきくんのこと考えて、そう、テンション上げる。色で言われても、なんて言ったらいいよな、説明が難しい。おすすめのラーメン屋さんありますか。もう本当に
死ぬ、あーやばい、想像したら死にそう。全然私チェーン店ばっか行ってる。でもチェーン店でもん鶏白湯、え、あーなんか、え、どういうこと？鶏白湯美味しいですよね。なんか優しい味って感じ。神座なんていうの、神座のお餅トッピング美味しい。何それ、そんなあるモッコス、聞いたことある。人類みな麺類一時期週4で言ってた。週4はやばい。やばいやん、逆に飽きひんの、週4も食べて。でもなんかそこ聞いたことある、なんか一回誰やったっけ、ももかかな、誰かと行こうとしたけど、なんか場所わからんくてやめた。神倉、あ聞いたことある、なんか昨日若菜が言ってたんかな、鴨倉やと思ってた。エリオンのわたみって読むんかなこれ。なんて読むやろ、行ってない。なんか宮に似たさ名前のラーメン屋さんあるなと思ったけど行ってない。なんか違うとこ行ったことある、マジでほんまに入り口らへんのとこのやつ、あれ多分そこが魚介行きやったんかな、だから茶色いスープやった。なごみって読む。生命屋さん行ったことあります。神倉っていうんや、経営者違うよ。経営者じゃない、え駅のすぐそこ、え、そうなん、ほんまに、え、難波駅のってこと、御堂筋、何階、どこ、駅っていっぱいあるから分からへん。リコちゃんタコありがとうございます。新宿のラーメン屋さん分からへん、阪急南方駅の真横、どこ南方、え、難波じゃないんか、難波ではないってことか。南方駅ってとこがあるんですか。おもろ。みかんソーダ美味しそう。西中島南方駅、あー知ってる、御堂筋聞いたことある、聞いたことあるわ。おすすめのラーメン屋さん、じゃほんまにチェーン店しか分からん、ほんまにもう一蘭とかしか知らんから見る。ヴィランじゃないよ。はじめまして、なおこちゃん、かもありがとうございます。難波にはないんか、難波やと思ってた。あ、二郎系食べたことある、どこやったっけ、西宮のとこ、なんか流行ってたから食べに行ったことあります。え、でもさ全部食べれへん本当に。二郎系ラーメン何やったっけ名前。全部食べられへんかった。どんな時間に配信する、お、やっほー、じゃ違うね、夜にね配信できないっぽいから。難波の魂心や、な、あ、なんて読む。魂、油そば食べたことない。西宮におるんや、西宮めっちゃ行ってたよ大学の時とか、西宮ガーデンズとか行ってました。みんな今日ラーメン食べるかもね夜。みえちゃん小食、え、小食らしい。
本当にユナとかにめっちゃ言われる、全然食べへんってあ、それこれ好き、これ好きや、今思い出しました、食べたことあります、初めてそこで二郎系のラーメン食べた。あ、やばい、お腹空いてきた、死ぬ死ぬ、やばいやばいやばい、どうしようあ、アバターゲットした、おめでとう、え、みゆのやん、へえ、みんなおめでとう。そう、今回のイベントだいぶガチなんですけどね、最近ね、リハ、その新選組のリハとかでね、私また追い詰められてて、振り覚えで全然配信できなくてごめんなさい。でも本当にやる気しかない、なんかみゆちゃん配信しなくなったからもうやる気ないんやみたいな思わんといてあらゲットの仕方わかんない、え、なんかギフト、星かギフト投げたらもらえるらしいんですけど、誰か教えてわかんない人いるらしい本当にごめんなさい何に謝った、今やばせ、ショールームできなくてごめんなさい。え、マジでさ、やばい、もうね、もうずっとさ、あ、この画像消したい、あ、これも消したい、え、もうこれもう全部消したいんちゃうんって思っちゃう画像。ヤッホーミユって呼ばれてる、何あ、イッシーさんハートありがとう。あ、川崎はね、トイレで守護神してるトイレに住んでる、あの人、その星怖い。お、ありがとう、なんか化粧品買った時にクリスマスらへんのクリスマスらへんのあれかね、早く完全体見せてよ、エミエも見せたいよ、でもね、まだね、まだ無理だ、昇格したらね戻る可愛いミユに戻ります。もうね、友達に会いたくないもん、この顔で恥ずかしい。水着は消さない可愛いから。あ、ハルボーさん、またカッポイントかっ飛ばしておきますね、皆さん。え、こないだ本当にありがとうございます、びっくりした、あんなにカッポイント投げてくれてほんまにびっくりしました、いっぱいありがとうございます、もう嬉しい今日めっちゃ可愛い、いつも以上に絶対あれや、ミユがさ、あれや、ネガティブになってるから褒めてるやろ。西宮北口、懐かしい、懐かしいな、大学、あ、なんか虫飛んでた今、え、か、え、無理大学、西宮北口、そんなんやったら特定されるで何歳ですか、大人っぽい、絶対大人っぽくないやん、こんな髪型してこんな服装してカッポイント投げたらみえちゃんに伝わる、え、ちゃんとね、ハッシュタグとかもつけてな。そんな錦田って変わってるんだ、知らんかった。なんて、星になってるから読めないよもう大学卒業生特定されてもいいやろまあ確かにそれはそう、みんな当ててみてください、私がどこの大学だったか。ちなみに賢くないですガーデンズでリリーベしてください、やばい、懐かしい、死ぬえ、うん、行ったことあるよ、ラーメン屋さん、そこのでもね、
エディオンって発していいんか分からへん、見えの口から。ちゃ今ねテンション低いだけやね、ほんまに。はい、大学卒業してる年齢なんです、こう見えて。ごめんなさい。ミュウのいっぱいみたいですか、どういうこと。何を。あ、確かにロザンさんに言われたい。そうなんですよ、今はショールームでギフトよりカップポイントの方がいいんですけど、なんか今ショールームでアバター配ってるらしくて、なんかさっきアバター欲しいって言ってる人がいたんで、ちょっとはい。やめときました。タグつけて投票するって何。おねえ、みゆのツイッター見てないん。そう、6曲はもう昨日覚えたから大丈夫。でまた何曲も覚えなあかん、死ぬ、やばい、この頭に入らない。30分経った？そろそろ？そろそろかな？生きて。死んじゃう。うっそ。何分から始めた？そろそろ？あれ読んどこうか。何やったっけ？ランキングか。おやすみ、おやすみ。ランキング。読みます、ちょっと待ってね。13位リコちゃん、ありがとうございます。12位ネコニンさん、ありがとうございます。11位タイチロウさん、ありがとうございます。10位トマト大好きユーザーさん、ありがとうございます。第9位泉ちゃん、ありがとうございます。第8位山ちゃん、ありがとうございます。そして第7位ほのちゃん、アットマークミュウツー、ありがとうございます。第6位ゆきのちゃん、マークミュツ、ありがとうございます。第5位カフェオレさん、ありがとうございます。第4位ラリマルさん、ココナさん推しの方ですね、ありがとうございます。第3位あいきくん、ありがとうございます。第2位ガチャピンさん、ありがとうございます。そして第1位こぐまさん、ショールームでも、このイベントでもたくさん、あれ本当にありがとうございます。この間のオンラインサイン会でもありがとうございました。ほい。癒すつもりが癒されてしまった。いやいや、いつも癒されてるよ、こちらこそ。そう、頑張る。今日は中間発表あるけど、ファンの皆さんを信じて、はい、みんないっぱい投票してくれてありがとうございます。ミュウのアバター出た、あ、よかった。今日は投票にしてないで良かったです。じゃあではそろそろ終わります。ありがとうございました。後で投票しとく。おほのちゃん、ありがとうございます。そう、最後にキュルキュルお願い、キュルキュル。こんな感じで、おやすみ、寝るの？おやすみ、みんなバイバイ。ではみんな最後これ投票してね。お願いします、待ってます、バイバイ。